皆さんご存知でしたかね、横須賀ストーリー、そして木綿のハンカチーフをお届けしました、はい、ちょっと先ほど大丈夫でした大丈夫でした、もうびっくりしちゃってガチャガチャと音したので大丈夫ですか。皆さんも気をつけてくださいね、うん、そう、ちょっとひしめき合いながら座っていただいてますけど、ちょっとぶつかったりとか荷物も多分たくさん多いので、頭だけご注意してぶつからない、気をつけてください、うん、大丈夫でした、ぶつからなかったです、きれいに転がれてましたね、じゃあ上手に、そう、上手にいかれてたので、上手に転がれたので、そう、ちょっとね、ここね、いい空間がありました ね、 ねえ、何もなくてよかった、ありがとうございますって感じも、よかったです、体気をつけてくださいね、さあ、あ、どこ、あ、マイクはい、続きまして来ましたよ、またどこや、まずけどしか見えないと思うんですけど、なんでこの衣装を買ったかもちょっとわからないんですけど、今日ヒョウ柄に行こうと思って、そう、あざーす、目はついてない、そう、今日、うん、顔もついてないんだけど、残念、つけたらよかった、さあ、ドク、準備できました、はい、you、mm-hmm.
小型船舶というのは100トンまで乗れる、ただし外洋はできないですね。
チア無線も撮ってね、当時携帯がないから。そうなんですか。あここに囲み取材がね、ちょっと、はい、もう何でもできるのにね、本当に最後のアンコールね、期待してください。ブライク撮ってますもんね。今日おとなしく行こうと思ったんでね。ねえ、ね、おかしいな。はい、お疲れ様でした。はい。はい。さあ、4曲お届けしました。昭和歌謡、皆さん楽しんでいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。すいません、抜けちゃったよね。ごめんね。何回言うとですね。そうそう、慣れたもんでね、何回言うたんだっていうね。はい、4曲お届けしました。はい、ここでですね、皆様本当に今日もね、遠いから遠いところからお越しいただいた方もいらっしゃると思うんですけど、いつも来ていただいてありがとうございます。いつも常連のお客様が見えるんですけど、はい、目の前にいるボルンちゃんって言うんですけど、みんなでボルンちゃん、ボルンちゃんと、ボルンちゃんと、後ろにいるね、ピロちゃんっていう子がいつも常連でね、カッティさんのね、すごく親しい仲間でいつも来ていただくんですけど、はい、最近ね、誕生日だったんです。誕生日だったんです。おめでとう。なので、みんなでよろしかったら、皆さん、お声ね、ちょっと出した方がね、健康にもいいって言われますからね。そう、ちょっとユミちゃんが弾いてくれるんで、はい、一緒にハッピーバースデー、一緒に歌ってあげないですか。大丈夫ですか、ね、大丈夫です、皆さん、いいですか。そう、じゃあ、いちゃんもね、明日の、明日だからまだいいかな。今日はボルンちゃんとピロちゃん、行こうかなと。行こうかなと思います。じゃあ、ユミちゃん、お願いします。皆さんもよかったら大きい声で少し歌ってくださいね。あ、ちょっとだ。あそこどうします。あ、うん、あそこね、あ、なんだっけ、もう歌詞忘れちゃった。ハッピーバースデーディア、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーディア。何をしてもそうやね。ボルンちゃん、ピロちゃんみたいな感じだな。そう、ボルンちゃんと、あ、ボケてボルピロで、皆さんよろしいですか。覚えました、ボルピロです。よろしいですか。唇をしっかりと閉じてボンと破裂音と言いまして、口周りの、ね、筋トレにもなりますので。あ、素敵ママありがとうございます。ボルピロでいきたいと思います。唇の、ね、運動にもなります。ボルピロでいきたいと思います。さあ、それでは皆さんご唱和ください。それではお願いします。って感じの。
そうそう、ボルンちゃんとピロちゃんちょっと時間使っちゃって、ちょっと早めに勝手にやっといてね。勝手にやっといてからね。そしてギターみどりちゃん、今日ね、耳見ましたね、皆さん。これピックなんです。特注作ってもらったんですって。ね、かわいい。さっきからでも私のことをいじり倒してたね、ずっと。ちょっと面白番長なんでね、次回からちょっとまた、ね、そろそろマイクを持たせないといかんなんで。みどりちゃん。そして後ろにバンバン今日も聞こえているサックス、皆さん聞こえます、ね、素敵な音、ね、みなこさん、いろんなところでもメッセージを届いています。ありがとうございます。そして我がバンマスリーダーカティそうそう、さっきさゆりマンじゃないか、さゆりのね、コンサートね、そう、どうでした大阪までに、ね、最高でしたね、さすがに。さゆりって誰だっけ、石川さゆりのですね。そう、大阪にね、出てきてね、そうそう、後からね、楽しみにしておいてもらおう。なぜ石川はね、そこから、はい、そして、もう分かりますね、もう我がオーナーです。オーナーです、はい、そう、ドクターの D を取って D ポップと言います。私たちのバンドです、ドクです。パーカッション、キレイでもラグのボーカル、何でもやります。ありがとうね、ヒョウ柄合わせてくれて、ね、私がこれ衣装ね、どうするって言ってこれにするって送ってきて、どうしようかと思ってそんなヒョウ柄持ってねえけどみたいな、ね、話だったのに、ね、合わせていただいて頑張って合わせてくれて、ね、なおでーす。そして現実の面白番長静かに行こうと思って面白大将ミキー、来ました。隣で髪の前にこう来たからね、ちょっとそうそう、もうずっとね、あの皆さん見えないところで2階で私たちちょっとこう、あの楽屋みたいになってるんですけど、はい、ずっと私のことをいじり倒しててね、さっきからね、いい感じ。さあ、それでは、はい、それでは後半戦参りたいと思います。さあ皆さん、ぜひちょっとね、あの今日皆さん、あのしっかりじっくり聞いていただく方も多いかなと思うんですけど、はい、体揺らしながら、手拍子しながらでもいいので、ぜひ乗ってやってください。さあ、それでは静かな曲でね、ここに盛り上がるかと思ったら静かだった。静かなところはじゃあね、あ、まあ、静かすぎる。ちょっと静かかな、すいません。見ちゃうのね。そうそうそう、面白いだけじゃないよ、歌もお上手よ。やだやだ、もう困った、もうじゃあ2曲、少し静かな曲をお届けします。はい、thank you.
をお届けしました。すごい、ここだけ照明がすごい当たってましたよ ね若干ちょっと入らなきゃいけないのでちょっと笑いがこみ上げてしまっ届けしたいと思います。さあ来ましたよ皆さん、手拍子の準備はいいですか。さあここから、はい、温まりますか。さあ、ね、皆さん体を動かしながら最後はちょっとねたくさん歌えてくれるといいかなと思います。最後のねご存知だといいんですが、皆さん知ってらっしゃるかな、山口百恵さんのロックンロールウィードをいきたいと思います。古い日記。